トム・ソーヤは、高橋真による日本の漫画、メロディーにて、2007年1月号より不定期連載を開始した。これまで、ビッグコミックスピリッツ、週刊少年サンデーなど小学館発行の青年誌、少年誌を中心に活動していた高橋が、女性向け漫画雑誌での初挑戦作となる。マーク・トウェインの小説。 トム・ソーヤーの冒険を原作に、舞台を現代日本の長崎県に置き換え、田舎の中学生と美大に通う女子大生のささやかな冒険の日々、人生の夏休みを描いた物語。吉川良太郎は、高橋真のヒット作、最終兵器、彼女と比べた場合に、ソフトでユーモアも多く、原作小説のインジャン上に相当する人物を、除けば、ほとんど人が死なない。 爽やかなハッピーエンドを迎えることを指摘。また、主人公の女子大生が幸福でなかった自分の子供時代を少年たちに混じって夏休みの冒険を体験することで上書きしようとしているように見えると表している。ある夏の日、故郷を捨てび大進学のため上京していた女子大生の春は母親の突然の死により母の最後の居住地だった長崎県にある故郷の 実家に帰省する。母子家庭で居住地を転々とし、その最後はまさに孤独死だった。信心深く、噂好きで、常識的な周囲の住人たちから、母子は白眼視され、春にとって嫌な思い出しかない故郷。取るものもとりあえず慌てて駆けつけた春にも厳しく、容赦のない言葉がぶつけられる。まさに、鼻つまみ者だった母の死を心から痛んだのは、皮肉にも、 近所の小中学生たちだった。子供たちは変わり者だった。春の母親を魔女と呼んで慕っていたのだった。その中に九州男児らしからぬいように肌の白い少年を見つける。母の愛病黒が後を追うようにして死にその始末に困って家を出た春は偶然にも少年がおばに叩かれる場面を見てしまう。そのまま外に飛び出した少年は別の家の近くで倒れており、 春を見るなり一言、魔女と言い放つのだった。少年の名は太郎。春の母親は子供たちにとんでもないデタラメを吹き込み、太郎は春を成人した魔女だとみなしていた。実際夜中に黒猫の遺体を持ち歩いていたので否定もできず、春は太郎の話に合わせ、儀式のために夜の墓場に埋めるのだと嘘をつく。ところが翌日、 実際にそうせざるを得ない状況に追い込まれた春は恐怖に泣きながら夜の墓地で墓穴を掘る羽目にそこに太郎が現れる二人で苦労を弔ううちに昨夜の出来事の詳細が判明するブリッコの妹がおばがお気に入りの健康マシンを壊し怒られる様子を楽しみにしていた太郎だったがおばから犯人だと誤解され日頃から おばの健康グッズなどを小馬鹿にしていたこともあって、ひっぱたかれたのだった。その後、勢いに任せて飛び出し、ガールフレンドの家の近くで遺体となって、発見されるべく、わざと寝ていたところを春に発見されたのだった。まさに、身からでたさびと思い込みの激しい厨房ならではのエピソードだったが、それをきっかけに、お互いの不幸自慢を話して笑う。 タロの話の中で魔女と呼ばれた母親が誰のことも恨まず、そねまず、人として大切なことを遠曲に子供たちに伝えていたと聞き知ったハルは母親の死後、初めて涙を流す。ところがその夜はそれで終わらなかった。ハルとタロは偶然にも夜の墓場で殺人事件の現場を見てしまう。犯人は小田切という男。だが、プータロ同然のハルや、 中学生の太郎が証言したところでまともな大人は取り合ってくれない。二人はその夜目撃したことを二人だけの秘密とする、誓いを立てるのだった。こうして春と太郎の忘れようにも忘れられない夏が幕を開ける。ありがとうございます。